はい、よくら号の個展ですね。細密ペン画の展覧会です。このマークは何だろうな。なんかこの動画のビデオがいろんなインフォメーションが出るんですけど、わかんないマークが出てますね。まあいいです。この動画で紹介しますのは、ちょっと今日持ってきた新作ですね。最新作になります。Tears22 ですね。この Tears シリーズ始まってから22枚目ということですね。5センチ四角のね作品なんですけれども、こういう感じですね。割と他の動画でも言ってますけれども、額をたっぷりめに撮るのが好きで、このぐらいのサイズの額になってますね。額はこれ30センチぐらいですかね。あとはこのトリプルマットといって、こちらが1、2、3という形でマット3枚使っている、なかなか豪華なものにはなっています。こちらね、こう瞳見ればわかるように、ちょっと21もそうだったんですけれども、なんか光がこういう蛍光灯みたいなのが反射しているような表現になってますね。もうちょっと寄ってみましょうか。どこまで寄れますかね。このぐらいまで寄れますかね。こういうような感じになっています。このホワイトはね、日本画用の古墳で、載せていますね。古墳っていうのはなんか白という絵の具よりも下地っていうか、割と物質的に強いものなので、そういうのに使うものですが、ちょっと盛り上がったりとかするのでね、よく毛とか立体なのでちょっと使っていますね。こう目の輝きとかもこうちょっと立体的に見えるような形で、こう盛るような形でね、こうホワイト使ってますけれども、そういう5分を使ってこうちょっと輝きとかひげを描いてるという形ですね。のね、セピアの、ね、色はブランセピアってプラチナ社さんの顔料インク、耐光耐水性に優れているインクを使っていて、ちょっとねこのセピアのこういうシリーズっていうのは何か懐かしいねセピア色の感じを出しているんですよね。猫ってね、飼っても飼わなくても記憶の中にね、いろんな猫っていると思うんですよ。なんか近所のね塀の上にね、いつも同じ場所にいる猫とか、まあね、実際飼ってた猫とか、いろんな出会いがあると思うんですけれども、このセピアのシリーズっていうのはなんかこう自分の記憶の中にね、あ、なんか時に塀の上に寝たいた猫に似てるなとか、なんかちょっとそんなイメージで作ってはいます。はい、こちらですね、今日持ってきた出来たての、Tears22 という作品でした。